アイカチャンネル。こんばんは、アイカです。今日は美的とマキア2月号のフロークをご紹介したいと思います。今回ですね、どちらもフロークがすっごい豪華なんですよ。今月はね、アンドロージーも合わせて美容雑誌はですね3冊購入しました。最近はね、結構フローク目当てになりつつあるんですけれども、本当ね、雑誌のこの数百円でこんなに豪華なフロークついてきて大丈夫なのかなっていうぐらいたくさんね、フロークがついているので、本当にね、気になってたアイテムとかがあればね、試すいい機会なんじゃないかなと思います。ではですね、まずこちらのマキアのフロークの方から開封していきたいと思います。今回マキアのフロークはこんな感じでセットされています。ルクシタのハンドクリームが2本と猫柄の巾着がついているということです。で、春の新色ブックの方は剥がすとですね、この本紙とほぼ同じサイズで24ページの結構ね、読み応えがありそうな内容になっています。わー、ちょっと新色ブックめっちゃ今見たいんですけれども、ね、先に付録開封したいと思います。はい、こんな感じ。はい、それでは見ていきましょう。まず一つ目、こちら。もうね、蝶のつく有名なアイテムですよね。ロクシタンのシアハンドクリームです。これはね、まあ、使ったことないっていう人の方が少ないんじゃないかなっていうくらい有名ですよね。こんな感じの固めのクリームです。自分で買わなくても、なんかこう、ギフトでもらったりとか、なんか手が乾燥してる時に友達にハンドクリーム借りたらこれだったとか、なんかね、見かけるシーンが多いアイテムなんじゃないかなと思います。この前のマイリトルボックスに入っていたあのちょっとホイップしたタイプのシアのボディクリームとはまたね、違ったテクスチャーで元祖って感じのね、こっくりして、ね、しっかり潤ってくれそうな使用感です。まあまあ安定のって感じですよね。こちら 10ml 入りで、現品は 30ml で1400円ということなので、まあ、400円ちょい分ぐらいってことですね。で、もう一本こちらはローズベルベットハンド&ネイルクリームです。で、これはダマスクローズ、センチュフォリアローズから摘出されたエキスやオイルを贅沢にブレンドしたものなんだそうです。でもね、現品のお値段は普通のシアのハンドクリームと同じです。うん、開けた時から結構ローズの香りがしっかりしますね。で、テクスチャーはシアよりかなりみずみずしい気がします。で、お色も薄いね、ピンク色がついていて可愛いです。ハンド&ネイルクリームってなってるので、まあ、指周りとかにもね、しっかりなじませておきたいと思います。だからシアもこってりしてる割に伸びはいいんですが、こちらのね、ローズのタイプの方がもう一つ伸びがいいような気がします。で、みずみずしいんですけれども、まあ、ちゃんとオイル感はあるので、結構そのオイル特有の重い感じは伸ばしてるとね、ちゃんと感じます。なので冬場に使うにしても頼りない感じはしないですね。あ、めっちゃローズの香りですね。ローズって言っても茎とかの香りではなくって、本当に柔らかい花弁の香りですね。なのでね、まあ、これは小さいので2つともポーチに入れておいて気分で使い分けるのでもいいんじゃないかなと思います。私はね、早速移動用のポーチの方に入れておきたいと思います。で、もう一つ巾着がこちらです。マキアっていうロゴとですね、猫がついています。生地もちょっとサテンっぽい感じで、思ってたよりね、作りしっかりしてます。で、生地自体もちょっと厚みがありますね。で、あ、へえ、これね、すごい中ね、ちゃんと裏地ついてるんですよ。で、しかもサイドがね、パイピングで処理されてるんですよ。フロークの巾着って生地が1枚で、もちろん裏もついてなくって、この端の始末もね、まあ、されててロックミシンとか下手したら切りっぱなしとかあってもおかしくないんですけど、これね、うん、想像してたよりめちゃくちゃ作りがいいです。私犬派なので、まあ、猫柄っていう時点であんまり期待してなかったんですけど、これポーチのクオリティとしては結構高いと思います。ヘアアクセとかこまごましたものを入れるのに普通に使おうと思います。で、以上がマキアの付録なんですが、次美的ですね。はい。で、美的はですね、スキンケアで攻めてますよ。で、今回はファンケルのクレンジングオイルですね、こちら10日分、それとオルフェスのシートマスクが1枚、それから新色ブックですね、こちらのサテがついています。そう、新色ブックはですね、美的の方はこういう別冊で本紙の半分くらいのサイズになっていますね。持ち歩きするんだったらこっちの方がいいかなと思います。私確か去年も年末にね、発売された美容雑誌2冊のこの新色ブックを帰省の時にね、持って帰ったと思うんですけれども、うわでもパラパラ見てるとね、今見たくなるので、これはね、このマキアのとセットしてちょっとバッグの方に入れておこうと思います。で、こちらですね、付録開けていきたいと思います。はい、ファンケルのクレンジングオイルはね、こんな感じで入ってました。 20ml 入りです。そうそう、これね、リニューアルしたんですよね、最近確か。ちょっと使ってみたかったので嬉しいです。これだけあったら、ね、結
構使いますよね。さすがファンケルです。ちゃんと後ろにですね、この開封日を書くようになっていて、使用期限は開けてから120日ですよっていう風に書かれています。でもう一つ付録、こちらですね、オルフェスのシートマスクです。こちらはですね、動画のコメントでもなんかこれ使ってますっていうのを何回かいただいたことがあって、すごいね気になってたんで、めっちゃくちゃ嬉しいです。ちょっとねこれ試してみたかったんですよ。というわけで今日せっかくなので、こちらのファンケルのクレンジングオイルでメイクオフして、その後にですねこちら使っていきたいと思います。そうですね、こちら使ってメイクオフしていきたいと思います。ちなみにこれは濡れた手でも使えるということです。垂れたらいけないので慎重にやっていきますよ。そして手からめっちゃシアバターのいい匂いがします。ちょっとこのメイクオフしてる時の顔ってすっごい間抜けで、あんまり人に見せたくない表情ですよね。ファンケルのクレンジングオイルってすっごいサラサラだったような印象がねあったんですけど、そうでもないですね。トロッとしてますね。私の記憶は何だったんだろう。結構前にね使ったことがあるんですけども、なんかその当時は私オルフェスのクレンジングジェルを使ってたから、それに比べるとね緩いなっていう印象だったので、まあ、そのすごくサラサラだったっていう記憶がもう間違ってるのかもしれないんですけれども、今使ったらね全然そんなこう垂れたりするほど緩くないので使いやすいです。で見た目はジェルっぽかったんですけど、伸ばすとねやっぱオイルっぽさがありますね。で根元ですよね、根元のこのマスカラとかが落ちるかですね。前髪落ちてきちゃった。はい、じゃあこれで一旦ですね洗い流していきたいと思います。はい、ちょっと洗い流してきました。前髪が落ちてくるのでクリップをもう一個持ってきましたよ。普通にヘアバンドすればよかったって今だと思いました。洗い流すのにね手間取ってたので顔が乾燥する。じゃあですね、こちら使っていきたいと思います。プルプルのエッセンスでたっぷり保湿、繊維刺激の少ない柔らか密着シートということです。付録のいいところってこういうね、ちょっと気になってたんだけど、なんかそういえば買う機会がなかったなみたいなのをね試せるのがいいですよね。なんかシートが今まで使ったものとちょっと感じが違う。めっちゃくちゃ柔らかいんですけれども、なんだろうこれ、ちょっとメッシュっぽく見えます。サイズは結構しっかり大きめな気がします。なのでねこの辺まで覆えるんですけど、でシートがすごく柔らかいので、周りにねスリットとか入ってないんですけれども、結構ねぴったりくっついてくれます。ただねスリット内部ちょっとこうシワシワにはなるので、そういうところのねこう隙間が気になる方はねこうしっかりね押さえてあげた方がいいかなという気がします。結構トロッとしてますね。いい感じです。なんか冬にぴったりな気がします。で使用時間としては5分から15分ということなんですが、特に肌の乾燥が気になるときは15分置いた方がいいそうです。ですのでね、これを貼りながら今日の質問コーナーね先にやっておきたいと思います。今日の質問はですね、ハリスさんからの質問です。愛花さんも以前おっしゃられていた目元しっかりアイメイクが私も好きなので、そういうメイクをされる時のこだわりやポイントみたいなのはありますでしょうか。あとそのような時に目を大きく見せるためのポイントなどはありますでしょうか、ということです。はい、そうですね、やっぱ目元は、まあ、しっかりメイクした時点でなんかナチュラルなメイクの時より私は目は大きく見えるような気がするんですけれども、最近はねやっぱり下まぶたにもしっかり色をのせるようにしています。若干ね囲みメイクの人気がねこう復活しつつあるんだと思うんですけれども、まあ、そういう情報にね知らず知らずに触れているうちにね、私もねなんとなくこう囲みメイクを最近するようになっていて、とはいってもね昔の囲みメイクみたいにこう太いアイラインとかでガッツリ囲むんじゃなくって、アイシャドウの比較的淡めのカラーを上まぶた全体にのせた後に細めにですね下まぶたの方にのせてこうくるっとね囲むようにしています。やっぱり目元のね色がついている部分のこう幅が増えると、やっぱその分目が大きく見えるような気がします。でポイントとしては、私はやっぱり垂れ目なので、最近ねいろいろ濃いめのアイメイクをやって気がついたんですけど、下まぶた目尻に濃い色を入れると余計にね目が垂れて見えるので、下まぶたにね濃い色を入れすぎないようにっていうのは最近気をつけるようにしています。というわけで、まあちょっと15分は経ってないんですけれども、こちらね剥がしていきたいと思います。すっごいトロトロですね、この美容液。あ、気持ちいいです。トロっとした美容液なんですけれども、なんか私の記念日記の方がもう少しこうベタっとしてるような気がします。あれよりももう少しサラッとした液っていう感じですかね。
でもね、お肌はすごいプルプルになってくれているような気がします。そうそう、さっきのファンケルのクレンジングオイルなんですけど、ホワイトメイクもね、綺麗に落ちてました。で、気になってたマスカラもね、ちゃんと落ちてくれていたので、これだけでホワイトメイクリモーバーね、特にいらないかなと思いました。まあ、なのでね、美的の付録ね、こちら10日間使いますし、このオルフェスのシートマスクはね、かなり高保湿なので、もうほんとお肌がね、すっごく今日乾燥したみたいな日にね、使うといいと思います。というわけで今回は美的とマキア2冊の付録を開封してみました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。